はい、お久しぶりです。ダンゴムお父さんです。いや、今回ね、かなり長期間動画の方お休みしておりましたけど、前回と違ってネタ切れとかというわけではなくて、単純にね、少し忙しかったと、私生活の方がちょっと忙しくなっちゃってね、動画の方上げれませんでした。楽しみにしてくれてる人がね、いるのかどうか分かりませんけれども、どうもすいませんでした。いやー、あれからね、結構こういろんなことがありました。いいことも悲しいこともありましたね。悲しいことはね、クランウェルツノガエル のアルビノっぽい、アプリコットっぽいやつ、赤いやつ、あいつがね、動画上げた後すぐ亡くなっちゃいました。レッドローチでお腹を壊したのかどうなのかちょっと分かりませんけど、残念な気持ちです。これから未だにね、青大将パターンレスの青吉くんは餌を食べません。もうかれこれ80日近くなるんじゃないでしょうか。拒食中であります。池を与えてみたりとかもしたんですけどね、まだ食べてくれませんね。単純にお腹が減ってないだけならいいんですけど、その辺どうかまだ分かりません。 あといいことというか、なんというか、去年ですね、飼育しておりましたカブトムシ、カブトムシがワンペアね、卵を産んで36匹だったか38匹だか の幼虫が生まれたんですけど、いろいろトラブルとかもありながら、最終的にはね、32匹の成虫になりまして、元いた森の方に逃がしに行ってまいりました。ペアを採取した森です。その辺の流れとかもね、動画にできればよかったんですけれども、忙しくてね、ちょっと動画を撮ることもできずに現状に至ります。で、あといいことなんですけど、生まれたカナヘビの赤ちゃんね、最初1匹だったんですけど3匹になりました。これは本当に嬉しい。これ今回の動画ですね。この頭でっかちなこのカナヘビの赤ちゃんたち3匹おります。今のこの1匹と奥の2匹で、今回はね、この3匹のカナヘビちゃんたちに餌をあげていこうと思うんですけど、いつもね、レッドローチの赤ちゃん1例とか2例ぐらいかなの赤ちゃんを与えてます。で、やっぱりね、赤ちゃんからの飼育ということで、ピンセットに慣れさせるのは非常に楽でした。ピンセットからね、レッドローチの赤ちゃん食べてくれます。で、今回は人工飼料の方に挑戦してみたいと思ってます。食べてくれるのかどうか。与える人工飼料はいつものこれね、レオパブレンドフード。しかしこの子壁登っておりませんね。あ、そして尻尾の先っちょがちょびっとちぎれてる。気づかなかった。他の子に噛まれたか。さ、それではね、餌の方を準備できましたんで与えてみたいと思います。まずこの壁登りのこの子、この状態で食べれるのかどうか。全然気づいてない。この場所で眠っているようにも見えるが、どうだ、ダメだ、この子目つぶってる。下の子にしよう。下の子、ほら、あ、うるる、来てる来てる。食べました食べました。嬉しい。人工飼料も楽々ですね。やっぱりカナヘビも赤ちゃんはやっぱり赤ちゃん顔ですね。かわいい。今一番奥にいる子、この子が一番最初に生まれた子だね。一番大きい。よいしょ。あれ、全然食べる気がないか。食べました。この子も食べた。上手に食べますね。レッドローチをあげてみる。よいしょ。すぐに食べましたね。レッドローチはすぐ食べる。まあ、とは言いましても、これだけね、ピンセットに慣れてくれてますんで、
まあ時期にね、人工飼料にもすぐこう慣れてくれるんじゃないかなというふうには思います。うん、とにかく今は食べるだけ餌を与えて早く大きくなってもらいたい。うん、ちょびっとちぎれた尻尾もね、早く再生してくれると嬉しいですね。なんか苦戦してるな、レッドルーチに。頑張ってよ。レッドローチはすぐ食べる。はい、まあ、こんな感じです。餌やりの方、うん、毎日餌を食べるだけ与えております。で、飼育環境なんですけど、今これ下床材キッチンペーパーですけど、キッチンペーパーをもう絞っても水が出ないぐらいちょっとだけ湿らせてます。で、こちらもね、水入れにキッチンペーパーを入れて溺れないようにしています。まあ、基本的に水はね、プラケの上の方から水を垂らしてそれを飲ませるようにはしておるんですけど、一応ね、水入れも入れていつでも水が飲めるような状況を作ってます。それからこちら造花ですね。造花を置いて隠れ家兼遊び場、そして、こちらのウッドチップを入れてレイアウトの方をしております。まだまだ簡易的なレイアウトですけど、まあ、シンプルな作りで、衛生面の方第一に考えております。結構ね、2日ぐらい経つとうんちだらけでね、かなり汚れてしまいますんで、そのたんびに、キッチンペーパーの方を取り替えております。はい、という、まあ、こんな具合ですね。で、バスキングの方なんですけど、だいたい餌やりをする時とかの前に15分程度、うん、日にじゃないな、バスキングライトを当ててからね、活性を高めてから餌をあげるようにしております。と、まあね、こんな具合です。うん、特に変わりない、というわけでね、今後ともあげれる時に動画を上げていくというようなスタイルでやっていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。カナエビの餌やりでした。赤ちゃんかわいい。